たけしの部屋。こうやったね。2000人を突破しました。イエーイ。ありがとうございます。皆さんのおかげです。フレッシュなたけしが見えるね。はい。はい。毎度気に T スタイル26テニスクラブのたけしコーチです。中原です。はい。自己紹介をします。T スタイル26テニスクラブは、福岡県東区で、なじま、福津、ガンノスの3校のテニススクールを運営しており、ジュニア、大人、シニアの3世代の方々のテニス上達のサポートをさせてもらってます。レッスンはグループレッスン、プライベートレッスン、イベントは試合運営、テニス普及活動イベント、ショップはテニスラケットやシューズなどの道具を販売しております。SNS は YouTube をはじめ、Instagram、Facebook、TikTok としていますので、ぜひ検索してみてください。お願いします。はい、お願いします。はい、今回の動画なんですけども、この T スタイル26テニスクラブの、YouTube チャンネルが、2000人を突破しました。イエーイ。ありがとうございます。皆さんのおかげです。本当ありがとうございます。ありがとうございます。今2010人ぐらい。そうね。うん。やっと。やっと。やっとっすね。地道に行くね。そうっすね。ずっと、最初、あれですよね、1900、行ってなんか1700とかでしたっけ？え？僕入ってたから5年前ぐらいとか。え、そんなにあった？行ってなかったっすよ。え、どう？その時ちょっとわかんないですけど。だから、僕が入った時とかが、その、うん、多分、1600やったんじゃないかなっていう。いや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 。ちゃう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 。500とかやった。マジっすか？そんなんでしたっけ？いや、だって1000いったイエーイって取らないと。あ、そっか。そんな増えそうそうそう。だから収益化するのに。ああ、そっかそっかそっか。そうっすよね。そうか。1000。その時は収益化できてなかったっけ？うん。すごいっすね。だからその条件が1000人と、なんかな、いろいろあったやろ。100動画とか。はいはいはい。何千時間。うんうん。とか。はい。3つか4つぐらい項目あったよね。そうですね。あ、そう。それをクリアしたじゃん。そこもちょっと記憶が飛んでるじゃん。うんうんうん。そうか、まず1000だったんだ。そうそうそう。そう。1000も行ってなかったんやけど。僕、はい、あ、800とか700。そんなんでしょ。で、500。そんなでしたっけ？500ぐらいじゃなかったかな。皆さんのおかげでね、本当に本当に。はい。こう、イベントとかでもね、こう、チャンネル登録してもらって。はい、そうね。で、まあ、今回ですね、まあ、YouTube、1000人超えてるんで、その収益化が、まあ、可能になって。うん、で、それが何年前？それ何年前ですかね。もう、2、3年前ぐらいですよね。そうですね。2、3年ぐらい前です。で、今、このグリップテープが机にあるんですけども、うん、これは、まあ、テニス普及活動で、僕たちがこう、イベントで、うん、まあ、大勢の、例えば50人ぐらいの方の、こう、テニス体験会みたいなことをするんですね。うんうん、で、その時に。最近だったら、親子で、初心者テニス教室とかで、30組とかね、でやるから、うん、親御さんと保護者の方と子供って、うんたちとで、まあ最低でも60本ぐらいいる、ね。貸し出しラケットね、はい。やっぱりこのストリングとか、グリップとかね、やっぱこう。消耗しますよね。そうそう。すごい消耗。消耗品だからね。うんうん、で、今回その収益化、してる分の、もう全額を、このグリップテープに、今回、ちょっと返させてもらって、うん。今回はもう全部グリップテープにしましたね。はい、今、ちょっとこうね、先ほど巻き替えたんですけど。やっぱいいですね。そうそうそう。はあ、ね。で、またいろいろね、今月もテニス教室あるし、来月も、あるからね、みんな喜んでくれると思います。はい、あ。ぜひ皆さんも、こういう体験会やってますんで、はい、うん。参加してみて。もう毎月やってるよね。そうですね。うん、はあ。にしてもすごい量ですね、今回。ね。でもだいぶね、やっぱ消耗しますよね、うん、ゴム。するする。もう置いてるだけでもやっぱりね、こう、カサカサになっていった、はあ。うん。今回はね、だからヘッドさんに協力いただいて。
ですね。今月の10月の末からもまた、新しいシダラケットも来るから。おー、うん、いいです。またヘッドのラケットも、うんうん、まあ、ストリングもグリップもよろしくお願いします。うん、はい、お願いします。はい。本当、最初、中原コーチが YouTube を動画で上げてるのが、12年前の動画なんですよ。うん、でその頃は全然もうそんなこと考えてなかったの。あ、ただこう、アーカイブとしてとか、はいはいはい、何こう、記憶とかレッスンの記録として、はいはい、作ってたり、趣味でね、うんうん、遊んでたから。あ、ね、それがもう2000人超えて、今1652本の動画作ってるんですね。すごいね。本格的に、だからその収益化をね、目指してとか、うん、生徒さんとか、うん、まあ、皆さんに、見てくれてる皆さんに、とか、企画としてね、うん、皆さん向けに、だからグランドスラムの優勝者予想クイズとか、うんうんうん、やり出したのは、本当にだから、たけしコーチ入ってからよ。そうですね。それがちょうど5年前。たけし MC が。そうですね。頑張ってくれてからよ。ちょっと見返したんですけど。うん、フレッシュー。いや、ちょっと、声めっちゃ張ってますね。そうね。あ、マイクなかったっすからですね。あ、その時？はい。関係ないやろ、それ。違いますね。そんな、気にしてないんでしょ。気にしてないよ。いや、なんか、いや、フレッシュやなみたいな。いや、フレッシュな、ね、よね。やっぱその、ね、入って頑張らな、みたいな、うん、そういうのが、うん、いや、今も頑張ってる。いや、そう、いや、頑張ってます。頑張ってる、ね、頑張ってますけど、でもなんかちょっと、こうね、慣れてくるじゃないですか。慣れた感が今やっぱ出てしまうから、それをちょっとなんか、良くない、良くない。良くない。良くない。反省せなあかんなって、ちょっと。ちょっと初心に戻ってね。そうですね。初心に戻って頑張りましょう。いやいや、見返したら、やっぱ面白いなって。面白いね。うん、で、まあ、僕、自分がこう、入って、うん、半年後ですよね。に、コロナが流行ったんですよ。ああ、そうね、そうね。で、もう、仕方なく、ね、うん、レッスンできないから、YouTube 撮るか、そうね。筋トレするしかない。そう、収入はゼロだからね。本当にやばい、ね。筋肉貯金するか。あ、そうで、まあ、試合はね、あったからですね。ああ。試合のために、まあ、トレーニングはせなあかんってなったから。うん。うん、ねえ。コート使えんけんね。はい。グラウンドとか。はい。そっちで打ったりね。はい。で、そう、タッチテニスしましたよね。ねえ、タッチテニスもしたね。まあ、トレーニングをバリバリやってたから。バリバリしましたね。そうなんですよ、そうなんですよ。うん、だからこう見返したときに、あ、そうそう、持続化給付金とかその制度のこととか、なんかここで、ね、そうね、話したりとかして。ちょっと愚痴ったね。あ、ですね。そうそうそう。ひどいもんね、だってね。だその前の、その持続化給付金の制度が、その前年度の実績が、うん、ないと、うん、落ちます、その給付金が。おりませんみたいな形だったから。そう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 。で、その時僕はサラリーマンしたんで、うん、だから、対象外ですみたいな。そうね。だから、すっごい時期でしたね。うん、うわ、マジか。11月に辞めててね。あ、ですですです。だから、その期間的にそこが対象外になったから。そうなんですよね。ね。きつかったね。あれはちょっと自分を恨みましたね。マジか。まあまあ、しょうがないよね。うん、そんなん分かんないし。そうですね。ほんと。ほんとほんと。ね。まあまあ、よかったね。そうですね。なんとか、ね、コロナも落ち着いて。ほんと皆さんのおかげですよ。ほんとですよね、うん。こうやってね、全豪オープンとか、その優勝者当てクイズとか、うん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 、イベントのこととか、うんね、いろいろ、ね、載せさせてもらって、うん、なんかこうね、こうアーカイブみたいに載ってるんで、ちょっともし皆さんも見てもらえたらと思う。ほんと。やけん ?3 年前 ?3 年前。その頃が。たけしがフレッシュだったと。5年前。あ、5年も経つか。5年経ちます。すげえ。5年経ちます。すごいね。い
やばい。あ、そうかそうか。まあ、それは3年なわけないわな。コロナが2年あったからね。すごいね。じゃあ、だから5年前の動画を見返してもらったら、あの、フレッシュなたけしが見えるよね。そう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 。うわ、ちょっとわかんない。おう。やばい。よいよいよ。マジフレッシュやけん。そうっすね。おう。やばいな。ね、いや、もうちょっと考えて喋らななって思いましたね。考えすぎじゃない？あー、ですかね。うん。ほんと。うん。ね、気をつけましょう。そうですね。お互いに。お互い。お互い。ちょっと初心に戻って。はい。また頑張ります。はい、頑張ります。はい。まあ、もし、あの、こういう動画とかで、あの、もっとこういうの撮ってほしいとか、あ、まあ、例えば、あの、5年前か。ね、ポイント、アドバイスのこういうレッスンの動画撮ってほしいとか、うん、なんかそういうのあったら、あの、コメント欄に書いてもらえたら、あの、僕たちもね、撮っていきますので、うん、はい。ぜひご要望いろいろ教えてください。はい。お願いします。お願いします。はい。じゃあ、今回はこの辺で終わります。はい、ほな、さよなら。最高、ありがとうございます。